ニール・フレイザー、ニール・フレイザー、ニール・フレイザー、1933年10月3日イは、オーストラリア・メルボルン出身の男子テニス選手。1960年のウィンブルドン選手権優勝者で、全米選手権でも1959年と1960年に、大会2連覇を達成した。また、ダブルスでも、ロイエ・マーソンとのペアで、キャリアグランドスラムを達成している。 左利きの選手。身長185センチメートルの長身から繰り出す爆弾のようなサーブと強力なボレーを最大の持ち味にした。彼の前世時代から空前絶後の熱い選手層を誇ったオーストラリアテニス界の黄金台が始まった。フレイザーは1955年から男子テニス国別対抗戦デビスカップのオーストラリア代表選手となった。 1957年に地元の全豪選手権で男子シングルス、男子ダブルスの2部門に初の決勝進出を果てだ。シングルスではアシュレイ・クーパーに敗れて準優勝になったが、ルー・フォードとのダブルスで初優勝を果たす。同年の全米選手権では全豪決勝で敗れたクーパーとペアを組んで男子ダブル初優勝を飾り、以後、フレイザークーパー組は、 翌1958年の全仏選手権まで4、大大会男子ダブルス3連勝を達成した。1959年と1960年にニール・フレイザーは選手経歴の絶頂期を迎える。この年からフレイザーはダブルスでロイ・エマーソンとペアを組むようになった。年頭の全豪選手権ではシングルス決勝でアレックス・オルメド、 ペルーに敗れて2度目の準優勝になったが、ウィンブルドン選手権の男子ダブルスで、エマーソンとのペアで初優勝を果たす。続く、全米選手権で、フレイザーは男子シングルス、男子ダブルスの単服2冠を獲得し、シングルス決勝では、全豪で敗れたオルメドに6から3、5から7。 6から2、6から4で雪辱を果たして、4大大会の男子シングルスに初優勝を飾った。男子ダブルスでも2年ぶり2度目の優勝を果たすが、パートナーは、エマーソンであった。1960年度の4大大会は、全仏選手権を除く3大会で、ニール・フレイザーとロッド・レイバーが、左利き対決の決勝を戦った。全合選手権ではレイバーが5から7。 3から6、6から3、8から6、8から6で勝ち、フレーザーに2セットダウン、先に相手に2セットを取られた状態からの逆転勝利を収める。フレーザーは全豪選手権で3度の準優勝に終わり、とうとう地元ではシングルス優勝を果たせなかった。ウィンブルドン選手権決勝ではフレーザーがレイバーに6から4、3から6、9から7、7から5で勝ち、 全米選手権でも6から4、6から4、9から7でフレーザーが勝った。後に男子テニス史上2人目の年間グランドスラム達成者となるレーバーにとってキャリアの最初期に壁となったのが同じ左利きで5歳年上の先輩に当たるフレーザーであった。全米選手権ではフレーザーはエマーソンとの男子ダブルスでも2連覇を果たし2年連続で単福2冠を獲得した。 そしてついに、1962年の全豪選手権、男子ダブルス決勝で、フレイザーエマーソン組は、ボブ・ヒューイット、当時はオーストラリア国籍、後に南アフリカへ移住する、アンド・フレッド・ストール、オーストラリア組を4から6、4から6、6から1、6から4、11から9で破り、同一ペアで、キャリアグランドスラムを完成させた。 フレイザーの4大,大大会男子ダブルス優勝は、総計11勝となったが、最初の4勝、初優勝は、ルー・フォードと、その後、アシュレー・クーパーと3連勝を除く、7勝をエマーソンとのペアで獲得したことになる。フレイザーは混合ダブルスでも、全仏選手権を除く3大会で優勝があり、この部門で、通算5勝を獲得した。 1956年全豪選手権の優勝パートナーはベリル・ペンローズであった。1958年から1960年にかけてフレイザーはマーガレット・オズボーン・デューポン、アメリカと組んで全米選手権の混合ダブルス3連覇を達成した。1962年のウィンブルドン選手権混合ダブルスで優勝したとき、 フレーザーとは15歳年上にあたるオズボーン・デューポンは44歳の高齢を迎えていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。